卵白にグラニュー糖とトレファロースを混ぜたものを半分入れて入れていただきます。グラニュー糖とトレファロースとコーンスターチを混ぜたものを入れます。合わせたらドライイチゴを入れていきます。半ドアにしていただいて、1時間ごとに乾燥具合を確かめながら焼いてください。